1977年の白樺駅と周囲約500メートル範囲。右が名寄方面。かつては木材の搬出が行われていて、主に駅前の通りと駅の東側に居住区、駅の西側の斜面にストックヤードが設けられていた。また駅は島式ホーム一面二線のほか、駅舎側に貨物用の副本線と貨物ホーム、そこから 吹きの台側のストックヤード前へ引き込み線が伸びていた。この写真では、周囲は吹きの台と同様に無人の荒野溶かしていて、駅舎は小さな待合室に変えられ、島式ホームの駅舎側は埋められて、駅裏側本線に防線化されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成しカバ駅は、 北海道宇流郡幌加内町にあった北海道旅客鉄道新名線の駅である。電報略号は知ら。利用者減少により1990年3月10日に廃駅となった。廃止時点で、当期は全列車が通過し、隣駅の吹きの大駅とともに当民する駅として有名であった。原生林の中に作られた駅であったが、開業の経緯として、 開拓の基地という背景を持っていた。北海道大学農学部演習林の中に位置し、吹きの台と同様に1929年頃から林業関係者が出入りして、付近の泥川から仏ト別川うりゅう川と伐採木材を流送していた。当船が延伸工事を進めていた1940年には、当地に市街地ができる可能性が大きいとのことから、 演習林側で、駅前予定地に、市街住宅区画を行い、また、林内植民地予定地の区画測量も行っていた。当駅ができた当初は、添えう内い方面から数名が入地して、開拓を試みたが、3年ほどで撤退し、結局最後まで居住したのは、林業関係者だけであった。当駅は、木材貨物の積み込み基地として、吹きの台と同様に、駅戸場には、 多くの木材が集積され、1956年度には木材の年間発送量が1万2000トンを記録している。その後輸入自由化に押されて木材搬出も一気になくなり、1955年に100名を数えた地区の人口も急激に減って、1961年に当駅は無人駅となった。 最後の一名が離村したのは1964年4月から1965年9月の間とみられ、以降無人地帯となった。もともと地名が存在せず、海域にあたり当地一帯が白樺の密林であったことから命名した。かつては地白樺のあざながあったが1982年に地が廃止され現在はどの字にも属していない。もともと島式ホーム一面二に、 貨物ホームと貨物側線を有する列車交換可能な交換駅であったが廃止時点で単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の北側に存在した。分岐器を持たない防線駅となっていた。ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっており。 友人駅時代の駅舎は撤去され、プレハブの待合所を有していた。ホームはもともと土盛りであったが、後年板張りの仮上工場様となり、深川方にスロープを有し駅施設外に連絡していた。当期休業中ホームは撤去されていた。駅前には前日の北大園修林側が区画した居住地があり、林業関係者の住宅のほか、日通営業所、 鉄道職員住宅があった。駅廃止後も当駅のあった部分の線路は湾曲したままであり、乗車していても駅跡が推測できた。新名線廃止後は、待合所が残存していた模様だが、2000年時点では、駅への階段が熊笹に覆われて残存し、構内跡地には、点鉄機が一気残存していた。2010年時点では、階段は残存していた。 2011年時点では、階段の他に駅の移行ではない手書きの駅名表示看板が立っていた。ありがとうございます。